平野市陽岸士ユ神宮寺、ユ太タナンバー I、ダイヤレミエクでも選択した、一番、への思い。デビュー曲もクレバが制作。第一章、ナンバー I の誕生マイナス3人の金プリメンバーが新たなステージへ。フィギュアスケートの専門家やファンの皆様、お待ちかねのニュースが飛び込んできました。10月15日、滝沢秀明氏が率いるエンターテインメント会社。 戸部が、元キングプリンスへの岸ユ太タさん、28歳、が加入することを発表しました。同時に、すでに介入が決まっていた元キンプリの平野紫耀さん、26歳、と神宮寺ユ太さん、25歳、と3人で、新たなグループ、ナンバー・ I を結成することも報告されました。 しかし、新たな旅立ちとなるはずのこのグループは、デビュー前から様々な試練に直面しています。まずは、グループ名に関する論争が巻き起こりました。それぞれの愛と N を組み合わせてできるロゴが、人気ロックバンドザ・ボナズへのロゴに酷似していると指摘され、話題になりました。 さらに、ファンたちがナンバー、アイ、オン、ウェイ、アイ、と誤ってツイートしたことで、誤ったハッシュタグがツイッターのトレンド入りしてしまい、一層の混乱が生まれました。そして、最も厳しいのは、金プリ時代を引きずりすぎる、という日なんです。 これにより、ファンたちの中には、新しいスタートを切る予定だったナンバー I が、過去のグループ名、一番を引きずってしまっているのではないかという疑念が生じました。ファンからは様々な声が上がっており、この新たなステージへの期待と懸念が入り混じっています。第2章、一番の背後に潜む思い。この論争の中で、特に注目されたのは、一番という単語です。 これは、キングプリンス時代に制作された代表曲、一番を連想させるものであり、ファンからはその類似性が気になりました。岸優太さんは、ナンバーアイをナンバーワンとオンリーワンがかかっていると語っており、グループ名に込められた思いが伺えます。ただし、ファンの反応は一応ではありません。一部のファンは、キンプリとも事務所ともバイバイ。 と新たなステージに対する強い意志を支持しています。が一方で1番の影響を感じるファンも多く、グループ名の選択には賛否両論が存在します。1番は日本を代表するヒップホップアーティストクレバが作詞作曲し、世界的なダンサー DA アッターが振り付けを担当した曲です。 この曲は2022年大晦日に行われた5人時代の最後の NHK 紅白歌合戦でも披露され多くのファンに感動を与えました。第3章、平野潮の音楽への情熱。一番は平野潮さんがリーダーシップを発揮し生まれた楽曲でした。平野さんは引っ張っていくようなリードする姿をアルバムで見せたいと述べ、 クレバさんのことが大好きであることから、この曲の制作に取り組むことを決意しました。その結果、一番が生まれ、キングプリンスへの代表曲として多くの人に愛されました。平野さんは、レコーディング中に喜びのあまりクレバさんを、先生、と呼んでしまったことや、幼少期からクレバさんを憧れの存在として尊敬していたことを明かしています。 この曲は天才クレバが作り上げたものをキングプリンスが歌うことができるのかというプレッシャーを感じさせました。クレバさんもこの曲を自分の中ではキングプリンスがいつかあの歌を歌って本当に一番になったみたいになったらいいなと語っており一番が特別な意味を持っていたことがわかります。第4章クレバとの新たなコラボレーションさらに クレバさんがナンバー I のデビュー曲の制作に参加するのではないかという期待も高まっています。過去にクレバさんは他のジャニーズ事務所所属のグループにも楽曲を提供しており、その才能が高く評価されています。この情報からナンバー I の新曲にもクレバさんが関わる可能性があることが伺えます。 一部の情報筋によると、平野さんのソロ曲の制作も急ピッチで進行しており、これまで多くの楽曲を提供してきたシンガーソングライターが関わっていると報じられています。さらに、クレバさんとトベとの関係性も噂されており、彼の関与がナンバー i にとって大きな意味を持つ可能性があります。今後のナンバー i の活動には、 キングプリンス時代から培ってきたキラキラした王子様のイメージをさらに強め、新たなヒップホップ路線への挑戦が期待されています。ファンや専門家の間では、彼らの新たな旅路に対する期待と不安が入り混じっていますが、彼らの持つ情熱と才能を考えると、新たなる輝かしい道が彼らを待ち受けていることは間違いありません。